大人プリキュア5話見ました。正直今回の出来次第でレビューやめようかなと思ってたんですけど、いや今回は良かったですね。はい、現状の評価だとスプラッシュスターの続編としてはまだちょっと不安は残るんだけど、5の続編としてはもう過不足なくうまくやってくれてるって感じです。まあ、今回は、まあ、5の、まあ、ココとナッツが久しぶりに会いに来るっていう展開で、まあ、ナッツがやってくるのが、まあ、小町がいるところっていうのもまあ良かったし、555だと、まあ、夏駒はちょっと薄れてる感じではあったけど、やっぱ夏駒も人気あるから、小町さんとくるみのところに夏が来るのは、まあ、うまい落としたところだと思うし、あれ、ココのぞは良かったね、うん。そう、のぞみは、まあ、本当にココのこと好きだから、まあ、明確に相思相愛なプリキュアっていうと、本当に、まあ、5になるよねって話だから。まあ、魔法使いプリキュアの未来さんとリコさんも、まあ、相思相愛っちゃ相思相愛なんですけどね。デパプリのユイちゃんと品田は、まあユイちゃんはユイちゃんなりに品田のことを大事にしてるからね。まあ5話にして、まあラスボスっぽいベルちゃんが、のぞみに直接接触して精神攻撃仕掛けてくるんだけど、まあそこでココが助けに来て持ち直すっていうのがいいよね。うん。まあ特にのぞみは精神攻撃にめちゃくちゃ強いやつだから、まあここから精神攻撃を受けて返して強化フォームに持っていくカウンター技も得意としてますからね。うん、やっぱココのぞは良かったですね。うん、まあ、ココとのぞみが、まあ、うまくいってなかったらめっちゃショックだったけど、そこは人気作ってことで守ったみたいですね。で、スプラッシュスター勢はどうなのかっていうと、まあ、サキと牛乳王子がくっつかなかったことに関しては、まあ、先週はショックだったけど、まあ、でも、ブルームとイーグレットに変身すればいいかなっていう感じはしますかね。あと今回、ミチルとカオルがダークムーンライトで配信してるのも良かったかなと思います。うん。やっぱミチルとカオルさんとの再会は書いてもらわないとちょっと困るし、まあ、ブルームとイーグレットの変身も、まあ、最終話でもいいからやってほしいなって感じはありますか。まあ、プリキュア5組もまだ半分はまた変身してないから、まあ、ブルームとイーグレットが変身しないのは、まあ、時期尚早かなって感じはします。まあ、とりあえず、大人プリキュア良かったです。うん。今週があかんかったら、もう、レビューするのやめようかなと思ってたけど、まあ、これはまあ、続投でいいかなと思いました。うん。では、次回のリンちゃん回も楽しみにしてます。以上です。